みなさん、こんにちは。アリョーナです。みなさん、お元気ですか？やっと秋に入りましたね。秋が大好きで、実は夏が終わるのが少し楽しみではありました。やっとね、気持ちよく山歩けるようになりますね。で、今日はちょっと短い動画なんですが、皆さんに発表したいことがあります。もうこのような発表を待ってる方がいたんじゃないかなと思うんですが、実は来月10月なんですけれども、私と一緒に山を歩けます。今までも富士山でね、イベントやったりしたんですけれども、女性限定だったりとか、あとは日程的に例えば平日だったりとか、ちょっとこう行きたいんだけれども行けないっていう方もいたかと思うんですが、今回は土日の主催でして、で、男女問わず誰でも参加できるようなツアーになります。で、その内容としましては、私として非常に光栄なんですけれども、なんと熊野古道を一緒に歩くことができます。和歌山県主催の、令和の熊野詣っていうイベントがあるんですけれども、それはこう複数回に分けて、熊野古道を歩くことができるツアーなんですけれども、で、それがこう何週間かに分かれて、その週末に歩くっていうイベントなんですね。もちろん各回申し込んでもいいんですし、多分多くの方は、どこか1回申し込む方が多いんじゃないかなと思います。毎週歩く場所が違って、本当に毎週参加できたら、多分中辺地というところをですね、全部こう歩くっていうことになるんですけれども、なかなか多分そういう参加者の方いないんじゃないかな、いたらすごいと思うんですけれども、はい、で、私の会は10月の19日と20日になります。で、私も本当に参加者として歩いていきます。ちなみに他の会でしたら他の山のインフルエンサーさんが歩くんですけれども、ぜひ皆さんもね、他の会もチェックしてみてください。はい、改めて総括いたしますと、今回は和歌山県主催の令和の熊野詣っていうイベントツアーが行われます。で、その中で私はゲストとして歩くことになりまして、私が参加する日程で申し込めば、本当にご一緒に歩くことになります。はい、ちなみに枠がもう半分以上は埋まってるようなので、興味ある方は、ちょっと情報をチェックしておいてください。全部行ったかな。日程は10月の19日と20日とで、申し込み方法とか、あとは詳細は文面でこの動画の概要欄に載せておきますので、気になった方はぜひチェックしておいてください。はい、あとは全部行ったのかな。はい、本当に今回は私からしたらね、聖なる領域を歩くことになるので、すごいこうちょっとワクワクドキドキしてますけれども、はい、しかも土日なので、皆さんの日程的にも、参加できる方がいるんじゃないかなって思うので、楽しみにしています。はい、すごい大事な動画でめっちゃ緊張してますけど、もし何か言い忘れたことがありましたら、概要欄にまた載せておきます。私としては皆さんのご参加を楽しみに待っていますので、気になった方はぜひチェックしておいてください。あ、そうだ、もう一つ、本当にツアーなのでガイドさんもちゃんとつきます。はい、私も結構熊野古道でガイドさんのお話が聞きたくて、なかなか楽しいためになるようなツアーになるんじゃないかなと思うので、私自身も一人の参加者として非常に楽しみにしています。では皆さん、熊野でお会いしましょう。はい、今日の動画はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。